スタートしましまたほぼ揃いました坪八杯第17回オパールカップサンカルロ賞です先行争いですがまずはディック・関東が行きますジャスト・フォファン内からはマッサンゴールドです前3頭ですこれらを見ながらエラスムスさらには1番のトゥニーナですゴールバンを通過エイゴールド中段につけていますそして11番のアイアイオークンその後ろ4番杉野アクトです1コーナー入ります 7番、龍のファンタジー、後方勢ですがワールドプリンス、コスモロングソード、外に回ってカントリーサイン1200を通過、先頭からしんりまでは12、3馬身ですが、1頭抜けています、ジャスト・フォファンが早くも3馬身トリードを取っています、リック・関東2番手、3番手にサンエイゴールドは早くも上がりました、サンエイゴールド3番手、その内を進んでエラスムス、向こう上面 1000m 通過です、i クン外に並んで中段位置、4番、杉野アクトレス、龍のファンタジー2番のコスモロングソード、内1番のトニーナです。後方ですが5番の マッサン・ゴールド交代してかわしてカントリーサインで800通過しんがり3番のワールドプリンスです。 向こう上面中間点を過ぎていますさあ前の争いジャスト・フォファンの外に早くも並んでいるディック関東・カント2頭並んで600を通過そしてエイゴールド3番手エイゴールド3番手11番のアイアイオーク君4番手34コーナー入ります先頭は8番のジャスト・フォファンジャスト・フォファン先頭ですが早くもエイゴールド並んでくる400通過エイゴールドジャスト・フォファン2頭並んでいる3番手のポジションにアイアイオーク君ですアイアイオーク君直線構成さあ前の争いはジャスト・フォファンジャストフ・ファン外エイゴールドジャストフ・ファンと サンゲイゴールド坂を駆け上がってくる200を通過3番手、アイアイオー君3番手、アイアイオー君ですあとはトゥニーナコスモロングソード前の争いは 3A ゴールド 3A ゴールドジャスト・フォファン2番手3番手にアイアイオー君先頭は10番の 3A ゴールド 3A ゴールドゴリ2番手8番ジャスト・フォファン3番手11番アイアイオー君その後1番のトゥニーナ12番のカントリーサインでした勝ったのはサンゲイゴールドです